クトゥブッティーンアイバククトゥブッティームアイバクは、ムガル帝国のインド侵入以前に、デリーを中心に、北、インドを支配したデリー・スルターン朝最初のスルターン。マムルークとして、ゴール朝のシハーブッティーンムハンマドに使え、元奴隷身分ながら新王朝を開いた。後継者のイルトゥトゥミシュも、また解放奴隷であったことから、アイバクの開いた、デリー・スルターン朝最初の王朝は、奴隷王朝と呼ばれる。 中央ユーラシアのトゥルク系遊牧民、キプチャクの出身で、アイバクの名は、トゥルク語で、ガツの主を意味する。父母に関しては不明である。幼少の頃、ホラーサーンの都市ニーシャープールでメーカーに奴隷として、売られて、軍人教育を受けた後、シハーブッディーンに購入されて、宮廷に仕えるマムルークとなった。アイバクは、旧社係から、やがて将軍に出世すると、 ゴール朝の諸君主の中では、インド方面の計略を担当したシハーブティーンに、従い、インドでの戦役に従軍、ヒンドゥースタンのラージプート諸勢力との戦いに、功績を立てた。1193年に、デリーを攻略したシハーブティーンが2位、ギアスティーン・ムハンマドのいる、ホラサーンに、活動の拠点を移すと、アイバクは、デリーの支配を委ねられ、 北インドの征服をほとんど完了させた。1202年には、カーリンジャルを落として、中央インドを征服し、さらに、ベンガルまで進軍して占領し、インド仏教の拠点であった、ビクラマシーラ総院を破壊して、ゴール朝のインド支配に貢献した。1206年、アイバクアシハーブッティにより、ペシャワールの門から、インドの最も奥地までのゴール領の総督に、任命された。 それから2、3週間後の3月に、主君のシハーブッティーンが暗殺されて、ゴールアサが統一を失うと、アイバクは6月に自らスルタンを称して事実上、デリーに独立、インドを本拠地とし、インドのみを支配する、史上初のイスラム王朝である、奴隷王朝を開いた。アイバクは、ゴールアサの分裂に伴う混乱と争奪の中で、 アフガニスタンとデリーの中間に位置するパンジャーブ地方を併合することに成功する。さらに、イルトゥットゥミシュに娘をつがせ、シンド地方の総督であったナーシュル・ウッディーン・カバーチャに姉妹をつがせ、自らはケルマンの総督であるタージュ・ウッディーン・ヤルドーズの娘を妻として迎えて、権力の基盤を固めた。1二百十年、アイバクはポロ競技中の落馬事故が原因で急死した。 アイバクが落馬した時、乗っていた馬が、アイバクの体の上に倒れ込み、蔵の前橋が、アイバクの胸を突き抜けたという。アイバクの崩御後、その子である、アーラームシャー即位するが、アイバクの娘婿であるマムルークの将軍のいるトゥトゥミッシュ、との後継者争いとなって、翌年に廃止して、アイバク家は2代で終焉し、以降50年ほどにわたって、奴隷王朝は、 イルトゥトゥミシュケの世襲支配が続く。ありがとうございます。